いつもご視聴いただきましてありがとうございます。それでは前回の話、発泡レタンから、床面の整形をしたんですが、詳しい説明は前回の動画を見ていただいた方がいいですね。いきなりこの動画から見てこの真似をしたら、後々どうやらいことになりますっていうのは、バンパが合わなくなっちゃうんですよ。なのでバンパが合うための作業をこの前回の動画でしているって感じです。でこれが今あらすじ。とにかくこれの肝はいかに水平と垂直がもう出てるかですね。もうそれで本当に製品って変わってくるし、後々もう手直しできないんですよ。もう幾度となく僕も横着をして、そういう嫌な経験はしてるのでわかるんですが、ろくなことがないんですよ本当に。なのでもうちょっと面倒くさくても、もう手順を踏んで順番にやるっていうのがものづくりのセオリーかなと、思ってます。まあそんなことで、下側にこういう風に発泡レタンが盛られて、折り返しになっているんですよ。ということでエアロの質感も品質もちょっと変わってくるでしょうということでね、これ絶対必須で、切りっぱなしバンパーは絶対に良くないので、まあこんな感じにしています。そしてこのカマポクラインから段をつけているんですけど、これでちょっと品質がよく見えてしまう、なんか不思議な目の錯覚ですね。で前回あのファイバーまで巻きましたよね。今日はこの箇所をパンキンしていくっていう作業です。まあ少々手直しも繰り返しながらやっていきます。というわけで本日もよろしくお願いします。どうぞ。どうもこんにちは。では昨日作ったエアロを板金するために、まあ小削りしていきます。じゃあやっていきます。これ削らないとあれなんで。それでは、前回 FRP 持ったところを先にペーパー当てておきます。これを当てずにやると毛がパテの上から出てきたりとかして非常に鬱陶しいことになるんで必ずやります。で、樹脂が染み込んでいないケバケバもそうで、この辺もできるだけ落としておいた方がいいですね。で、こすりながら、削りすぎないように、あと段差を明確に出すように削っています。で、いらない部分をリューターで切除して、ちょっとずつバンパの形を作り上げていくって感じですね。右側と左側では高さが少し違うんですが、これは保留下の、深さによって、右側の方がちょっとだけ段付き形状で下げてます。別に一緒で良かったんですけど、いやなんかちょっと凝ってる方がいいかなと思って凝ってるっぽい仕上げにしてます。でセンターアームですね、あの首のネックのところの整形を今してます。でここも綺麗に切り取っていって、もうほぼこの辺は形は見えているので、これで形を決めていきたいと思います。もうとにかくサントレックスを信用するしかないのでね、このトレーラーを信用して作っています。で別のトレーラーになったら、この首ネックのとこだけ型を取れば十分流用できるということで、今回この方法にしました。実はもう目新しいトレーラー見つけてるんですよ。だからこれを第2号車にしていこうかなと思います。でバンパーをもう一回取り付けて位置関係を見る。チリ水平が出ましたよ。これが気持ちいいんですよ、ものづくりは。左右ともぴったり出ました。やっとさ、消えましたよ。で、これがシルエットですね。いやー、もうバンパーっぽく見えましたね、完璧に。前回もバンパーっぽく見えてたと思うんですけど、この膨らみが足りなかったと思うんですよ。ということは薄っぺらいバンパーに見えてしまって、決してよくは見えないんですね。でこういう風に下回りに巻き込むような形状を作ることで、ほんまいよいよバンパーみたいに見えるって感じです。さあ板金します。それでは、パテ盛りをまたしていきます。これはもうほぼほぼ最後の成形になっていってるような感じになってるんでね、まあそんなに厚盛りせず薄付けで成形していって、形をどんどん作り上げていきます。最終的にマスター型といって製品型になっていくので、この辺からはもうすごく丁寧にパテを擦り込んでるっていうようなイメージですかね。また、バンパーのね、型製作の時はお見せします。すごい面白いですよ、型製作は。まあそんなことで、とりあえずシルエットはこんな感じ。ちょっと段付きが見えてますね。これがこそバンパーですよ。
そして裏面の形状チェック。まだ真ん中が足りてませんよね。ということは真ん中に発泡ウレタンを持っていくって感じですね。FRP 板でもいいんですけど、もうどうせだったら発泡ウレタンでやっていきます。そして一応バンパーを水平に固定して、今度は右と左高さが違うんですよ。段差がついているので、まず右側から発泡ウレタンを持って、その後に左側に移動して左側の発泡ウレタンを持っていくという感じです。で、今やってる作業は耳を延長しています。これじゃあ短いので、バンパーの意味をなさないので、ここを広く取ることで雨水とか完全に防げるという話ですね。短かったら短い分だけやっぱり入ってきたりするんで、こういう感じで耳を広げて下にパネルをつければ完璧。そしてこれが膨らみかけの発泡ウレタン。もうほぼ膨らんでると言っては過言じゃないんですけどね。まあこんな感じでだいたい40か 50g でこれぐらいの量はあるってことですね。30倍ですからね。だから、まあ、結構1キロ買っても節約して使えば相当使えるって感じです。一液が向かないのは一液が溶けちゃうってことですね。溶剤に溶けちゃうんですよ。なので二液タイプを絶対に使います。で、ジグ。さあ固まりました。それではこいつを外していきます。ちょっと思ったよりひっつきましたね。まあでも大丈夫です。カッターナイフで亀裂を入れてます。それでは逆側もセットしていきます。これで耳を延長すれば、もうバンパーは完全に最終形態に向かって動き出します。まあ高さがまたこっちも違うので、ハイトを合わせて流していきます。それでは投入。今回は早送りではなくリアルスピードでお届けします。こんな感じの作業の感じです。前回音のことを説明したと思うんですけど、この音とタイミングで発泡ウレタンの流すとこの部分の流せる範囲が決まってくるんですよ。なので音が低いと広範囲に流せないんですよ。広範囲に流そうと思ったら高い音の時に流すっていう感じですね。違いは、まあ混ぜてる間にまず紙コップが発熱してくるってことですね。その温度で感じることもできるんですけど、まあ、大体は音で感じていくのが一番簡単な方法だと思います。もうあからさまにシェイクかき混ぜてるような感じになるので、普通の液体が、だからもうすぐわかると思います。で、作業もこれぐらいゆっくりしているので、そんなに慌てて早くやらなきゃってなる必要も実はないんですね。かき混ぜてから攪拌してからがスタートなので、それまでは結構ゆっくりした時間を送らさせてもらってます。で、これ今送りですね。送りをして足りないところに補充していってます。で、耳がだいぶ出来上がりました。よっしゃ、これで完全成形。あと膨らむのあるだけですね。ここ側まできっちり出てるんで、よっしゃ、まあだいたい30分ぐらいで完璧に硬化しますね。それでは発泡ウレタンを外していきます。いやー、もうでもほぼほぼ発泡ウレタン作業って終わりじゃないですかね。
もうほぼやりましたからね。他作るとこもそんなにないと思いますし、いやー、まあ丁寧に教えてよかったですよ。そして切り取りましたよ。というわけで邪魔な部分をとりあえずカッターで切除します。ところがですね、ちょっと明日幼なじみのお手伝い行かないといけないんで、今日もう夜遅くまでできないんですよ。だからもうこれカットして、明日帰ってきてから作業して、急いで編集してアップしますよ。僕は負けませんからね。できたな。よいしょ。あと背面もきれいに成形して FRP 貼っていくだけから、うん、ぽくなったね。よっしゃ。それでは今日から、幼なじみの仕事の手伝いに行ってます。今日からというか今日だけですけどね。まあなんかこんな感じのちょっと難しい、なんでしょうね、これわけのわからない線がいっぱい出てますけど、まあとにかくこれは家のために一番大切な要となるものですね。いやでもいい勉強になりましたよね。動作も抜群に精通しましたし、やっぱ新品って気持ちいいですね。いやそしていい勉強になりました。ありがとうハギチン。どうもこんにちは。アルバイトから帰ってきました。アルバイトというか友達のね、幼馴染のハギチンの仕事の手伝いって言いました。というわけで今日はポロシャツで作業をしていく。さあですね、ちょっとバンパー昨日も盛りましたよね。でこれを後ろを今から削っていきます。削るってもそこまで大きく削らなくていいんですけど、とりあえずちょっと成形して、裏面成形して FRP を剥ぐ貼る作業まで行きたいです。それでは前回発泡ウレタンを持ったところ、いやもう今日持ったところを今から成形していきます。まず発泡ウレタンを平らにならしていきます。で、ならした後に今度ファイバーマットを貼るんですが、テコボコしているとマットもやっぱり浮いてしまって仕事が二度手間になるので、ここは一応きっちりと仕上げます。で習慣をね、崩さないようにできるだけ毎日投稿するって言ったら何が何でもやり遂げるってことが大事だと思うんで、っていう感じで必死のパッチで、編集します。とりあえずまあグラスウールのマットを貼って作業していくんですが、まあこの時期の FRP はかゆいし、で手についた熱いし、でなおかつ固まりも早いということで、まあ慌てずことなくね、慌てずもう本当に確実に作業を凝らしていくのがかなり大事だ。まあそんなことで、とりあえず下側全面、貼り付けた後はいよいよ待って最終工程の仕上げに行きます。高さの配当があるんですが、この場合、ちょっと車体からバンパーの方が高さが出てるんですよ。配当が高いんですよ。ということは後で切って合わせるとかそういう調整になるんですけど、まあそこは全然問題ないですね。むしろそっちの方がやりやすいです。というわけでもう必死のパッチでやってます。 なぜなら部屋の中にアイスクリームがあって、食べてからやりゃいいのに、さっき作業してからです。よっしゃ、最後のパタあったぞ。あとは固まってからはまたバンキンするんですけど、これでバンパーの工程は最後です。よっしゃ、ファイバーマットは全部貼れましたね。で、これアンダーリーブは全部できました。こっからの変更はまあちょこちょこ、切ったりして接続するだけなんで全然問題ないですね。よっしゃ、とりあえず今からこいつを練習していく。はい、それでは、今貼ってちょっと経ったんですけど、カッターナイフで先に切っておきます。アートで切るの大変なんですよ。
それは製図所設図所のもうこの同じ動画ばっかりじゃないですか。というわけでとりあえず FFP の今柔らかい部分で切っていきます。これってイメージ効果みたいな感じで何回も何回も何回も同じことを聞くと自然とねあのスピードラーニングのようにあの初めてやる人ができるようになってるんですよ。これ一応、そういう心理学があります。で次にあの後ろ側にモコって出たやつありましたよね。あれを今のうちに切除しておきます。そして内側の当たってたとこありましたよね。あっこさらに盛り上がったんですよ発泡ウレタンで。それを切除していきます。これでどん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 ギリギリまで追い込むともう本当のぴったりフィッティングのエアロが出来上がるって感じですね。いやーもう見えてきました。いよいよバンパーの完成だということで次回ですね。これは次回完成です。これで完全硬化まであのまま放置します。で固まってきたらもうその形にしかならないんで、それから板金作業ですね。よいしょ。じゃあ一旦ここを全部片付ける。よし片付けました。じゃあまた明日頑張ります。今から編集も頑張ります。